はいどうも皆さんこんにちは、ゆきでございます。ということで本日もね、元気をリップルとビットコインとチャート分析していかなきまへんな言うてね、言うとおりますけれども、今日はですよ、ついに5月ですよ。もうね、もう月な、年半ばですよね。早いな、もう5ヶ月も経ちましたっていう感じですけど、5月1日時間がですね、午後12時45分ということでね、今からねビットコインとリップルとチャート分析をしていきます。で、まあかなりねがっつり上がりましたね。もう爆上げと言っていいんじゃないでしょうか。まあここまで上がると誰が予測したんだろうかっていうところなんですけど、まあ101万ぐらいまで一旦上がりましたかね、ビットコインでいくと。まあリプルもねそれに伴ってっていう感じですけど、まあ爆上がりしまして、ただよ、まあビットコインがね 5% ぐらい、マイナスなんですけど、24時間変動費リプルでいくとね、一時 10% 超えぐらいまでマイナス超えてたので、上昇はビットコインより大きくないのに、下落はビットコインよりも大きいっていうね、このわけわからん状況にはなってますが、まあまあまあ一応ね、今のところは一旦下がって落ち着いてる感じっていう感じですね。で、まぁ、今回ね、まぁ、4月の末ぐらいにがっつり上がってきたんですけど、まぁ、なんで上がったんかなっていうところは、まぁ、いろいろな、方向性で考えることはできるんですけど、まぁ、一つね、皆さんのこう知識として、入れておいてもらおうかなと思うことが一つあったので、そちらもね、紹介して、やっていこうかなと思っております。はい、今日の動画がね、良かった、面白かったという方は、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援してください。よろしくお願いいたします。ということで、いやー、昨日もね、動画出しましたけど、結果ね、まあ、コメントにもいただきましたけど、まあ、LINE アットの方にも来るんですよ。今日はセイントセイヤなかったですね、ってね。まあ、僕が返信した方はそのままね、あ、そもそも論でしたねっていうね、コメント返しいただきましたけど、ほんまそもそも論。あくまで、ゴールデンクロスっていうのが起こったから、僕が間違ってゴールドクロスって言ってしまう。だから、ゴールドクロス、ゴールドクロス、ゴールドセイントで、セイントセイヤーやから、なんもない時で俺が急にな、セイントセイヤーって言ったら、もうただのセイントセイヤーファンやし、もうただのアホやんか。うん、それはちょっとね、ご理解の上、セイントセイヤー待ちをしてもらえたらいいかなと。で、皆さんもこうチャート見ながらね、チャートビットコインのリップルとかチャート見ながらね、これそろそろゴールデンクロス起こるんちゃう、やったら期待していこうって話よ。そこ間違ったらね、前提があるからちゃんと。僕ちゃんと例える時もなんやかんやアホなこと言ってるけど、ちゃんと、その、事象においての例えやからな。そこだけちょっと間違えたからね、みんなな。うん、そこだけ間違えたか。もうな、そんなもん、全員子供ばっかり見てたら、あれやん。そら、俺もセイントセイヤーとか、そうだ、恐れないで、言ってアンパンマンみたいなことするけど、そうじゃないから。気をつけてみんな。みんな気をつけていこう。ね、というわけで。まあ、一応ね、今回のその上昇がね、バーンとありましたよね。で、まあ、いろんな見方があった上で、まあ、こういうのもね、一つ知識として置いといてもいいんじゃないかなっていうところで、このニュースをね、先に今日は紹介しようかなと思います。まあ、4月の28日の、まあ、夜ですね、19時半に、出た、コインオタクさんのニュースなんですけど、日銀、国債、購入の制限を撤廃と。で、ビットコインの急騰、価格急騰化っていうのがね、まあ、急騰する前に出てたんですよ。で、僕がこのニュースを紹介してなかったっていうのもまた痛い部分ではあるんですけど、まあこういうことでも、急騰する可能性があるでっていうのは押さえておいてほしいなと思って、ちょっとね、事後報告になっちゃうけど、紹介しておきます。で、なんで国債の購入の制限を撤廃する、要は、まあ金融緩和ですよね、策を発表したっていうことなんですけど、なんでこうなると、まあビットコインが上がったのかっていうところですよ。そこちょっとね、もうニュースとか読まずに、噛み砕いて説明するけど、まあ、要は金融緩和すると、まあ、その通貨の、価格が下がったりするわけですよ。ということは自分のお金の価値が下がるってことですよね。だからそれを、まあ、そのリスクを回避するために、他の、要は自分の資金、資産っていうものを、まあ、価値をキープできるもの、安全資産って呼ばれるものたちに、まあ、投資をして、なんとかその自分の資金、資産っていうのを、価値を下げないようにするっていうのが、まあ、基本的な投資家さんたちの動きになるわけですね。で、そこにおいて、まあ、要は日本円、金融緩和がありましたよ。じゃあ、日本円持ってたらやばいな。で、ビットコインに流入したんじゃないかっていうのが、まあ、一連の流れよ。うん。これが、まあ、基本的にはそういう風に流れることがあるよってこと。まあ、ただ、ここで一個、ポイントなのが、まあ、果たして、仮想通貨ビットコインが、まあ、一応ね、デジタルゴールドとは言われてる。まあ、要は安全資産の、次に安全資産じゃねえのとは言われてるけど、言われているとは言われている。って、
合ってると思う、うん、ねんけど、だから果たしてほんまにあのビットコインが安全資産なのかどうかっていうところよね。だそこが確定さえしていれば、まあ、この流れは全然あり得るし、まあ、これは一つの知識として入れといてもらっていいかなと思うんですけど、まあまあ、ただね、今回のこの、まあ、一連の騒動の中でね、やっぱビットコインの価値みたいなところはある程度、まあ、世界に提示はできたと思うんですよ。うん、そのやっぱりこうね、その各国の法定通貨っていうものが価値がね変動して下がったりとかすることによって、で今度は送金するとかも結構大変やったりするじゃないですか。でその時にあビットコインとかリップルとかいうものに関して言うと、送金、海外送金も簡単で、でしかも手数料も安いみたいなところもあったりするしね。なのでそのあたりで考えても、まあまあまあ、その仮想通貨っていうものの、まあ価値みたいなところ、進化は問われたかなという感じですね。で、まあ一応ここに書いてあるんだけど、その安定的な資産というのがビットコインなどの仮想通貨であると考えられているため、今後ますますビットコインの存在価値が重宝されることになると予想されるということですね。まあこういうことも、まあファンだとしてあっての爆上げもあったんじゃねえかっていうのも、まあ説明はできてくるかなというところなので、まあこういうね金融緩和とかがあると、あもしかしたらまあ株とかもそうやねんけど、あこの安定的な資産で言うと、あ爆上がりするんじゃねえのみたいなね、今度は考えれるね知識もつくかなと思いますので、ぜひねこのあたりは押さえておいてくださいねということでございました。はい、というわけで、まあこういうね事象っていうのもね、いろんなニュースサイトに出てますので、まあ事前にね入手することが可能ですよ、皆さんもね。なので必ずねニュースとかは見ながらね、あこんなんあったらもしかしたらあがんじゃねえみたいなのも考えていくと面白いですよね。なのでこれも一つのね、こう面白いチャート分析の一つとして覚えておいていただけたらなと思います。はい、というわけで次がリプル。そう、ここでねもう皆さんのお待ちかねよ、お待ちかねのあれが多分出ると思うわ。だからちょっともう構えといて、先にもうリプルで出るから、うん、さっき言っとくな。で今がねリプルが 22.924、まあ、23円弱っていうところがねなってますというところで、まあ、22時間の時は大体 8% マイナス 8% っていう感じです。はい、で一応1時間してみたらもう短期線抜けてね、短期線もガッチガチのもう下目線と、下目線というかもう高病垂れてる状況というところで、まもなくデッドクロスが起こるでしょう。ここはまだやで、落ち着いてやみんな、うん、まだ神戸たりできて、しかもデッドクロスが起こるかもしれん。プラス僕ねここが一番怖いんだけど、これねちょっと見た感じね、底根はねしっかり支えられてるように感じるんですよ。ただ上根がどんどん切り下げられてますよね。これね俗に言うね、ディセンディングトライアングル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 ということでね、これディセトラって言われるやつですよ。これディセトラっていう形だと仮定すると下に抜けやすいんですよね。要は底根は硬そうに見えるけど、まあ要は底根を切り上げられてないんですよ。それだけの買いの力がないってことですよ。で上値が切り下げられているってことは、要は売り側の圧力が強まっているってことですよね。そうなってくるとこう徐々にこう近接していくと、売りが買ってしまってスコット抜けるっていうね、スコットランドですよ。スコットランドじゃないよね、ちょっと間違えた。またあの言葉はまた後で出てくるからね。というわけで、まあこの辺りでね、ヒューストンが起こる可能性があるというところは押さえておいてください。はい、で、まあ、4時間足で言うとギリギリ短期線では、支えられている状況なので、まだまあ4時間足だと上が見れるかなという感じ。1時間足だと下に落ちやすいかなと思うけど、4時間足だと上が見れる状況、サポートされるとね。で、まあ、間もなく、まあ、その短期線の進化が問われるような状況にはなってくるかなという感じ。ただ1時間足で、まあ、ディセンディングトライアングルのセオリー通りに下落した場合は、確実にこの短期線は抜けてくると思うので、その場合は次のレジスタンスライン、サポートラインが、21円付近かなというところですね。なので、ここからすっぽ抜けると2円幅ぐらいでは下がってくる可能性があるっていうのは押さえておいてください。はい。で、次がね、これ冷やしよ。これね、ほら、もうみんな見て。もう好きなところ出てきてるわ、ほら。もう、みんなもうあれやろ、犬で言ったらもう尻尾がもう、よいよい売れてると思うわ、今。ね、これぐっと上がってきたわけですよ。で、まあ一応上昇トレンドも継続と。で、間もなくね、まあちょっとね、中期線が神戸垂れてるのが、まあ気がかりではあるんですが、このまま行くと短期線が上抜けてね、ゴールドクロス、セイントセイヤーということでね、少年はみんな、セイントセイヤー、うん、明日の勇者、おおへいやから、ここに関して言うと。だからそこは、まあしっかりとこう期待してもいい部分なのかなと。まあ、だいたい1ヶ月ぶりぐらいかな。1ヶ月前にちょうどね、デッドクロスが起こって、で、暴落したと。いうところから、まあ、今度はゴールデンクロスが起こって、セイントセイヤということでね、が起こって、まあ、上昇してきてると。で、ただね、一応やっぱね、この前回の高値である26円付近とかは、
まあレジスタンスラインになるんではなかろうかというところで揉み合ってるところだから、こっからもし、ゴールデンクロスが起こってのゴールドクロスが起こってのまあ上昇と仮定した場合も、次のレジスタンスが前回揉み合った26円付近になってくるんじゃなかろうかというところですね。で、前々回もやっぱ26円ぐらいが超えれずに多少下落してきてるんですよ。ただ失礼しました。ただ一応前回は26円超えれずに一旦押し目をつけて、で爆上がりしてるんですよね。35円超えるぐらいの爆上がりしてきてるわけですよ。なのでもしかするとここも一旦26円付近で揉み合って押し目つけてくるけど、そのまま30円超えてくるっていう流れはありえるかなっていう感じはします。うん、なのでまあここはちょっと僕は期待はしてもいいのかなというふうに思ってます。でただね、週足で見ると綺麗にね短期線で抑えられてるんですよ。プラス僕ね、昨日の動画で言ったと思うけど、このね2018の4月から来るこのね下落の上値の切り下げのラインを、ここは上抜けないとなかなか上を見れない状況っていうのはあるんですよね。だからここが上抜けれるかどうかっていうのは確実に見ておいてください。それがある意味この短期線を抜けるのと同義語になってくると思うので、そこに関して言うと、あ、短期線抜けたな、じゃあ前回の高値の切り下げも抜けてるな、じゃあ爆上がりやなという感じの方程式を成り立たせておいてもいいのかなという感じですね。なのでまあここの切り下げのラインっていうのは、皆さんね意識して見ておいてください。うん、ここは絶対見ておかないといけないポイントです。というわけでリプロは以上でございます。まあ今現状どっちなんて言われるとね、かなり難しいんですけど、短期的にはもうちょい下がるんかなと思ってるねんな。そやね、短期的には下がってもおかしくないかなと思うんやけど、ただまあ押し目と捉えても十分押し目はつけれてるんですよね。だからここからもう一段階上がってくるっていうのも全然考えれんのよ。で一歩待った方がいいかな。僕のこれはもう僕の見解よ。だからもう今すでにロング入ってる人もいるでしょう。ショート取ってる人もいるでしょう。ただ僕は一本待ってもいいかなと思ってる。うん。日足ぐらいでも。うん。で、まさしくこの日足のゴールデンクロスが起こってから動き出してもいいかな。遅くはないかなっていう感じはするけど、まあ、しかもね、今日金曜日でしょ。だから明日、明後日は多分ほぼほぼ動かないと思うんですよ。土日はね。土日はちょっと落ち着いた動きになると思うので、そのあたり見終わってから、月曜日ぐらいからの動きを見て、自分のポジション取りをしていくっていうのは、まあ、ありな、方法かなというふうに思いますので、そのあたりね、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。はい。で、次はビットコイン。ビットコインがね、まあ、一時101万まで上がってるんですよ。で、もう暴落というか、急落というかね、一時91万付近まで落ちてるんですよね。で、これね、95はね、やっぱり レジスタンスラインとしては効いてると思うんですよ。この前回この爆上がりする前、95で一回落とされてるんですよね。で、ここで力を貯めてからのジャンプアップっていうことですよ。で、次再び落ちて抜けてきた途端に、次はまたレジスタンスラインとして2回阻まれてると。で、まあ、ここはまあ、見方によってはダブルトップっぽくもなってると。ただまあ、ネックライン割らずにちょっとね、もみもみしてるので、ここね、難しい。このまま雲に横横しながら突っ込んでいくんであれば、難しくなってくるよね、方向性的に。この雲の上を行けるのであれば、再び上は見れてくるかなと思うんですけど、ここはちょっとね、土日がどう動いてくるか、地上げぐらいでもいいねんけど、やったら雲の上でキープできると思うんやけど、この厚い雲の中に突っ込んでいってしまうとちょっと怖いかなっていうところはあるかな、1時間足レベルでは。うん。で、95万っていうのはやっぱりもう確実にレジスタンスラインとして生きてるので、次は100万ではなく一旦95を抜けないといけないかなっていうところの局面かなっていう感じですね。で、95はね、もう本当にずっと効いてるんですよ。もうちょっとね、追うのも大変なぐらい。まあ、ちょっと前になっちゃうんやけど、このね、95が、この辺やね、ここね、うん、この辺りでもすごい揉み合ってるラインなんですよね、95っていうのは。めっちゃ画角揺れたね、ごめんね。うん。この辺りがめっちゃこう、動いてるところなので、レンジに入ってしまうような要因の一つのポイントになってくるので、うん、っていうところも鑑みると、ちょっとま、レンジっていうのもわからんでもないかなっていう感じ。なので、まあ、このあたりちょっと難しいポイントではあるので、これも一生やっぱりリップルと、一旦次の動きを見てからじゃないと、まあ、なかなか動きづらいポイントにはなるかなっていうところ、ですね。まあ、95に何回か邪魔されると、そのまま諦め売りが発生しての90付近までは下がってくるっていう可能性はあるよね。
で90付近まで下がっちゃうと1時間足レベルでは雲の下に出てしまうので、まだ今度雲の下でうじうじしてしまうみたいなところもあるよねっていう感じね。だからここで言うとやっぱね、なかなかこのね、ロザン昇竜派は出せへんと思うね。ここでは紫竜もさすがの紫竜でもね、うん、だからここはちょっと今一旦様子見の、ポイントになってきてるかなと。今はちょっと安易には動けないところですよねっていう感じね。これが4時間足かな。4時間足はね、そこまで見ていくポイントはないかなってところやね。まあ一応まだね、未だにゴールデンクロスじゃねえわ、間違えた、パーフェクトオーダーは出ていると。でなおかつ、まあ、短期戦がね、まあ強気にググッと上に上がってきてるので、ちょっとね角度は抑え気味になってきてしまったけど、こういう形ね。で中期とで長期という感じねに並んでるので、まあ多少抜けたにしてもどこかしらでのサポートは受けれんのかなっていう感じはしますけどね。うん、なのでまあどっちみち押し目はつけてくるであろうポイントではあるんですが、うん、結果的にね、この4時間足レベルだとだいぶね、この雲との帰りもだいぶね、だいぶね、だいぶねってだいぶ言い過ぎやな。だいぶこう帰りはしてきてるので、このまま雲に再接近して、雲をサポートラインにして上がってくるっていうシナリオもあれば、短期戦でまともにサポートされて上がってくるっていうシナリオもあれば、やっぱちょっと今のところ上は強いんかなっていう感じはするんですけどね。だからどこまで押し目をつけてくるのかっていうところよね。で一旦僕は90で、待ち構えてはいます。うん、90付近まで落ちてきたら、まあ現物もそうですけど、まあロングでポジション取っていってもいいのかなと。で、損切りラインに行くと、せやなぁ、うん、88とかぐらいかな。前回の上昇ウェッジの時の、高値の切り上げのラインっていうのが次サポートラインになってくる可能性があるので、そのあたりでいくと87ぐらい、ちょっと深めに見積もって87ぐらいかな、うん、だから88ぐらいで損切りラインとかにしててもいいと思うけど、僕は87ぐらいまで待ってもいいかなっていう感じ、うん、で思ってての次の上げと上げ待ちみたいな感じで思っといたらいいのかなっていう感じで僕は見ておりますよというところですので、そのあたりちょっとね参考にしてもらえたらと思います。ちょっと難しいね。まあ100超えてキープできひんのは分かってたから、ここに関して言うともう予想通りなんですよ。まあね、攻めのエッサもスーサも同じように言ってたけど、まあ100万では一旦落ちるでしょうと、まあそこはその通りになりましたよという感じですよね。ただこのね、高値の切り上げのラインっていうのはサポートラインになる可能性も全然あるんですよ。なのでここからぐーっと落ちてきたにしろ、サポートされて次の上を目指す形っていうのは全然あり得るかなと思います。うんですね。なのでまあそうやな、さっきも言ったけど88ぐらいかな、88から87ぐらいが次のサポートになりかねないかなと。まあただ90万っていうサポートラインも確実にあるので、90から88までの間でサポートされればまあ合格点かなっていう感じです、僕の中ではね。うん、なのでまあ一応ね、いつも攻めのエスさんもね、スーさんもめちゃくちゃためになるねコメント入れてくれてるので、そのあたりもしっかりとねチェックしながら皆さんのね取引トレードにね役立ててもらえたらなと思っておりますよという感じでございます。はい、というわけでね、まあこんなもんかな。分析というか、分析もねなかなか今難しいとかやねんけど、まあただねやっぱりこのもうね 1,2,3,4 週足レベルでね5本連続で陽線出てきてるんですよ。うん、なのでそろそろまあ陰線出てきてもまあわ変なタイミングじゃないかなと思ってはするたりはするんですけど、どうやろうな。まあけどこの週足レベルのね三角持ち合い書いてたと思うんですけど、まあ、まさしく上限の線に触れかけたところで抑え込まれてるんですよ。そうするとこっから一旦下がってくるっていうシナリオは全然見れるので、こっからはちょっとね難しい。ここがまあ分岐点になってくるかな、もし押し目つけるとしたらね。けどね、週足レベルでもし次下限の線まで行くのであれば57まで見ないといけないんですよ。そこまで落ちんのかいっていう話もあんのよね。うん、まあ、ただ半減期5って考えると、直後とか直前って考えると、まあ急落しても全然おかしくないタイミングではあるんですよ。ただそこが57まで落ちるんでっか、勇気半っていうことでね。これはちょっとね、この先見てみないとわからんっていうのが正直なとこなので、ちょっと今後のね、動きっていうのはもう少し、対局のね、動きはもう少し待ってもらえたらなと思います。はい。って感じかな、今のところでいくと。まあ今はほんま難しい局面よ。ロングもポジション的にはロング取るのもちょっと怖いし、ここまで上がってきたらねもう多分力は残ってないと思うんですよ。これ以上の上昇を望めるね。かといってさっき言ったびに57まで落ちるのかどうかって言われたら、
57までは落ちひんのんちゃうみたいな感じで、まあ、楽観的にね、思ったりもするんですよ。で、まあ、週足レベルやと、だいぶね、この、8月ぐらい、まあ、ちょっと遠いんやけど、8月、7、7月、6月終わりぐらいから7、8、9、7、8ぐらいまでかな。8月中ぐらいまでは かなりね、雲が薄いんですよ。なので、一旦もしかすると、週足レベルの、このね、雲、厚い雲の、に沿ってね、ちょっと横横するっていうのはありえるかな。もしかすると。横横して、この薄いところを狙って抜けてくるっていう可能性はあるかなと思います。うん、そうすると、まあ、ちょうど半減期も落ち着いて、その後の、まあ、半減期後の上げみたいなところにもなってくるかなと思うし、っていう感じですね。まあ、これも一つ、あり得るかなと思いますので、まあ、ちょっと頭の隅っこに置いといてもらってもいいかな、っていう感じでございます。はい、というわけでね、今日も以上でございます。ちょっと今日は長くなっちゃったね。というわけでね、今日もね、最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。まあ、一応明日は最後ね、今週最後の動画、土曜日の動画を出して、日曜日お休みいただいての、週明けということで、まあ、またね、週中の水曜日あたりに、ライブ配信していきますので、そちらもぜひお楽しみということで、皆さんとね、一笑い、出していけたらなと思っておりますよ。はい、というわけで今日は以上で終わっていきたいと思います。今日もね、動画最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。この動画が面白かったよ、という方はね、ぜひね、チャンネル登録ボタンと、ね、グッドボタンを押して応援してください。もうね、ほんまに先月3000いっときたかったのに3000いけなかったのは僕のせいでしょう。うん、しょうもないことばっかり言ってたからでしょう。ただ、しょうもないこと言うのも僕の仕事やと思ってるんでね、そのあたりはね、皆さんの、まあ、一つこう、頭に叩き込んでいただきたいなと。はい、あくまで仮想通貨バラエティであると。いうところは押さえておいてね、これからも楽しんでご覧いただけたらなと思っております。はい、というわけでね、明日の動画もしくは週明けと、週中ぐらいには水曜日ですね、多分、水曜日のライブ配信とかで、またお会いできたらなと思っております。また次の動画もしくはライブ配信でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。もうすでに、僕の LINE アットの友達追加、もしくは、チャンネル登録はお済みでしょうか。僕のね、LINE アットの方では、僕がね、厳選した稼げる情報っていうのをね、随時配信しておりますので、ぜひね、友達追加をして、そちらの情報をね、ゲットしていただけたらなと思います。チャンネル登録がまだの方はね、こちらのチャンネル登録ボタンから、登録してください。あとね、おすすめ動画こちらから見ていただけますので、こちらもぜひご活用ください。ということで、またね、次の動画もしくは、ライブ配信などでお会いできたらなと思います。またお会いいたしましょう。バイバイ。